皆さん、こんにちは。ブルック西村です。久々の、動画になります。もう年も明けまして、皆さん明けまして、おめでとうございます。ぜひ今年もよろしくお願いいたします。ということで、春物ですね、この第一弾入荷してきましたので、ご紹介をさせていただきたいと思います。こちらですね、MT、第一弾が届きました。本日ですね、入荷ほやほやのやつご紹介をさせていただきたいと思います。もうブランドの今アイコンというかですね、ここまでものすごく今、イタリア洋服好きの方では知らない方はいないブランドになると思うんですけど、まあ、立役者的なアイコンのモデルっていうのが、ユリっていうシングルのやつ。があります。で、まあ、そのアップデート版といいますか、新しいモデルで、ユリフーリー。こちらですね。はい。あ、僕着てるのは、これ、シングルライダースのバージョンなんですけど、フードが、ついてる、モデルになります。こちらですね。はい。やっぱライダースってなってくるとですね、ちょっと、まあ、スタンドカラーで、言ったら、まあ、ちょっと、ですね、かっこよすぎたりするところも、まああるのかなっていうふうにも思うんですけど、やっぱこのフードがつくことによって、非常にスポーティーな、見栄えに、変わりますので、まあそういう意味じゃ、ちょっとこう、そういう伊達な、こう、ちょっと男らしいというか、かっこいい雰囲気と、あと、まあもうちょっとそのスニーカーに、なんていうかな、テクニカルな、アクティブなパンツを合わせたりして、スポーティーにも着れるような、そういうこう、二面性を持ったですね、レザーブルゾンになるかと思います。ご存知の方も多いかと思うんですけど、このエンメッティっていうのは、もう、とにかく、まあ、着た時に、サイジングっていうか、ほんと、いいですね。着て鏡を見た時に、あ、かっこいいと、思わせるような、そういうこう、日本人だったりとかしますけど、着た時に、すごく相性がいい、サイジングっていうのが、開けられます。それで、これ、やっぱ、ライダースなんですけれども、すごく人気が、出たっていうか、やっぱりこう、すごく着やすかったり、良かったりっていうのは、やっぱこう、理由っていうのがあるみたいで、まあ、テーラージャケットの、まあ、パターンというか、そういう作り方っていうのを、応用して、作りに落とし込んでということです。まあ、ライダースとかですね、本気系のものになると、やっぱり、まあ、僕も好きだったりしますけど、袖付けは前振り、やっぱりこう、バイク前に乗るんで、前振りが結構きつくついたりとか、ライディングポジションが、しっくりくるように、パターンも作ってあったりするんですけど、ユリの場合は、あくまで、ジャケットと、まあもちろん、自然な前振りで、前肩で、ついてはいるんですけど、こう、テーラードジャケットに近いような感覚でですね、肩周りとか袖とか、設計がしてあるので、まあ本当普通に着てて違和感がないと。いうところです。まあ、ほんと、ライダースのデザインで、テーラードジャケットのパターンを、落とし込んだっていうところが、非常にですね、やっぱ、まあ、細かいところでありますけど、やっぱ、画期的なところなんじゃないかな、というふうに思います。で、これ、まあ、デザインですね、改めてですけれども、ライダースってジップ使いっていうのが、特徴だったりもすると思うんですけど、極力、それはもうセンターのところ、だけになってて、なんていうかな、胸のポケットのところのジップも、胸ポケットもそもそもないですし、脇のポケットのところも、内側にジップが入り込んで、見えないような作りになってますよね。ここですね、袖もスナップのボタンに、の仕様になってて、まあ、シャツのような作りなんですけど、そういうジップ使いっていうのを極力、なくして、シンプルに削ぎ落として、シックな、印象になってるっていうのも、やっぱりユリが、人気がある秘訣の一つなんじゃないかなっていうふうに思います。このスエードっすね。特にですね、本当ここ1、2年ぐらいかな、やっぱ、このスエードのエンメティっていうのが、まあ、店頭でもむちゃくちゃ人気があるんですけど、軽くて柔らかいんですよね。だからもう最初から本当馴染みがいいというか、全くストレスがない。もう本当にカーディガン感覚ですね。それぐらい着心地が、むちゃくちゃいい、ゴートスエード、ヤギ革になるんですけれども、この素材がね、やっぱむちゃくちゃいいですよ。もうこんだけ軽かったら本当気軽に、パッと羽織って、行きたくなるようなものになるっていうのが、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あとは、なんていうのかな。まあ、フードのデザインってね、なかなか、
なんていうの、まあ難しいじゃないですけど、大きさとかバランスとかっていうところがね、なかなか難しいところあると思うんですけど、そこ本当に、自然に、ついてるというか、こう、まあ大きさもね、程よくて、大きすぎず小さすぎずでいいですし、まあ、デタッチャブルではあるんですけど、見た目にも全然こう違和感がない。で、これは着たままでも全然問題ないし、外してきた時にも、まあ、ここのジップが内側の方に、ちゃんとね、入るように、作ってはあるんですけど、まあ、スタンドカラーとか、ライダースバージョンで着た時にも、そんなに全然違和感ないような、作りになっているので、まあ、やっぱこう、ね、フードをつけるっていうのは意外と簡単で難しいところもあったりすると思うんですけど、そこも違和感なくついてるのが非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。それで今回チョイスしたのは、このアイスグレーですね。アッチアイオっていう色になるんですけど、この色のね、なんていうのかな、ちょっと爽やかさとシックさが同居したような色合いもものすごくいいですね。なんか、ちょっと、この春は、やっぱグレー推しだったりもするんですけれども、その中ででも、ちょっとこう、爽やかで、でも、スウェードならではな上品さとかもあって、でも、まあ、フードがついてスポーティーと。まあ、ほんと、いろんなシーンでですね、来ていただける。あ、このあたりの、ちょっとライダースだと、スラックスとかドレスパンツに合わせてもいいですし、まあ、フードをつけてスポーティーな時には、本当にアクティブパンツにスニーカーでもいいですし、いろんな着こなしがですね、できる、この MTのユリフーディゴートスウェードのアイスグレーね、こちら入荷をしましたので、ぜひお近くの時にはですね、店頭でチェックの方よろしくお願いします。